痩せたい方、筋肉を維持して脂肪だけ落としたい方は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。今回のエクササイズはマンションでもできる飛んだり跳ねたりしないメニューにしております。とってもメジャーな種目だけです。ジャンピングジャック、プッシュアップ、スクワット、シットアップ、ジャンプロープ、この5種目を10から1までやっていきます。いわゆる今の5種目を10回、9回、8回、7回っていう感じで最後の1回まで一緒にやっていきましょう。そうすることで300カロリー消費することができます。一応決められた所要時間としては8分間になってます。ですがちょっとゆっくりめにやっていこうと思うので、まあ何分かかるかちょっとわからないんですけども、一緒にやっていきましょう。近くにお水やタオルを用意しておいてください。では一緒にやっていきましょう。はい、ジャンピングジャックは飛ばないようにしますので、軽く膝曲げて上で三角を作る感じでやっていきましょう。まず10回いきます。スタート。頑張ってジャンピングジャック10回。3、4、5、6、7、しっかり三角作って大きく動いて、はい、 OK。 プッシュアップいきましょう。きつい方は膝ついて、1、2、3、4、5、6、お腹が下がらないように、はい、 OK。 次は10スクワットです。手を前に伸ばして立ったら気をつけです。お尻をしっかり下げましょう。もも水平まで頑張って、足肩幅です。つま先あんまり開かない方がいいです。頑張っていきましょう。オッケー。次はシットアップです。足少し開いて手は頭に添える感じです。起きる時に手で頭を起こしてしまうと首痛めるので、手は添える程度にしておいてください。息しっかり吐きながら起き上がっていきます。最後まで腰をしっかり丸めてください。よし、もうちょっとです。入って、よし、 OK。 次はジャンプロープ、縄跳びの動きするんですけども、飛ばないように膝だけ動かして手回しましょう。 OK、 OK、 こんな感じです。 OK。 さあ次いきましょう。9回ずつです。2、3、4、5、6、7、8、9、 OK。 プッシュアップ9回です。できるだけ深く、1、2、3、スピードがついてこれない方は OK です。そのまま進んでいきましょう。よっしゃ、 OK。 9スクワットです。息しっかり吐いて深く、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK。 シットアップ9回。息しっかり吐いて、1、2、3、4、5、6、頑張っていきましょう。8、上まで上がりきれない方は途中でいいです。続けていきましょう。 OK。 9ジャンプロープです。膝を動かしながらいきましょう。3、4、5、6、7、8、9、 OK。 さあまだまだ先が長い感じしますけども、やってしまったらあっという間です。8いきましょう。ジャンプジャック、5、6、7、8、 OK。 プッシュアップ、息しっかり吐いていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 いい感じですよ。
はい、8スクワットです。息しっかり吐いていきましょう。3 4 5 6 7 8、 OK。 シットアップですね。もうだんだんとね、何次なんだっけって分かんなくなっちゃってきますよね。1 2 3 4 5 6 7 8、 OK。 8ジャンプロープ、2 3 4 5 6 7 8、はい、 OK です。さあ、だんだんとね、数が減ってきてます。もう5回過ぎるとあっという間です。頑張っていきましょう。次は7回ずつですね。さあ、あと何回だっけ、なんだっけ、あ、ジャンプロ、ジャンプジャックですよ。1 2 3 4 5 6 7、はい、 OK。 7プッシュアップ、最高。1 2 3 4 5 6 7、 OK。 ナイスファイト。スクワット、1 2 3 4 5 6 7、 OK。 シットアップです。頑張っていきましょう。息吐いて、1 2 3 4 5 6 7、 よし、 OK。 よし、ジャンプロープ、1 2 3 4 5 6 7、 はい、 OK です。いよいよ後半になってきましたね。あと今回は6回ずつ、次は6回ですよ。ジャンプジャック6回ですよ。1 2 3 4 5 6、はい、 OK。 だんだんと汗が出てきますよね。300カロリー消費しますから頑張りましょう。プッシュアップ、3 4 5 6、 OK。 だんだんと数が減ってくるとね、テンション上がってきますよね。スクワット、1 2 3 4 5 6、 OK。 さあ、シットアップ。お腹が疲れてきた方、少し背中を浮かせるだけで OK です。頑張っていきましょう。3 4 5 6、 OK。 ジャンプロープ、さあ、いきましょう。1 2 3 4 5 6、 あっという間に終わっちゃうね。ジャンピングロープすぐ終わっちゃうね。よっしゃ、いきましょう。5回ずつ、1 2、折り返しです。3 4 5、はい、 OK。 5回なんて楽勝だぜ。プッシュアップ、1 2 3 4 5、 OK。 5回なんて楽勝だよね。さあ、行きましょう。スクワット、1 2 3 4 5、ナイス。5回なんてすぐすぎて楽勝だぜ。ストップ、1 2 3 4 5、
ケイ、ジャンプロープ、1,2,3,4,5、あっという間だぜ。次から4回ずつです。楽勝、頑張っていこう。1,2,3,4、はい、すぐ終わっちゃう。4回っていいね。1プッシュアップ、2,3,4、オッケー。スクワット、1,2,3,4、いいね。シットアップ、1,2,3,4、オッケー。ジャンプロープ、2,3,4、えい、楽勝だぜ。次は3回ずつだぜ、あっという間だぜ。ジャンプジャック、1,2,3、ほら一瞬で終わった。プッシュアップ、1,2,3、少なすぎてテンション上がっちゃうぜ。楽勝、いきましょう。スクワット、1,2,3、もう終わったぜ。シットアップ、1,2,3、あっという間だぜ。ジャンプロープ、1,2,3、はい、終わり。楽勝、次は2回。ジャンプジャック、1,2、はい、もう終わっちゃった。プッシュアップ、1,2、はい、終わっちゃった。次スクワット、1,2、はい、オッケー。楽勝楽勝、疲れてきてるけど回数が減ってるから楽勝。1,2、はい、オッケー。ジャンプロープ、たったの2回。1,2、はい、オッケー、楽勝。はい、ラストです、頑張りましょう。300カロリーまであと少し。1、オッケー。1回でいって気持ちいいね。プッシュアップ、1、オッケー。思わず飛んじゃったぜ。スクワット、下まで降りちゃったぜ。シットアップ、普通だね、何も思い浮かばなかったぜ。最後ジャンプロープ、しっかり降りたぜ。お疲れでした、イエ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 イ。お疲れでした、いい汗かきましたよね。いや、初めのね19,7ぐらいがねやっぱきついですね。もうやっぱり4,3になってくるともう結構ね、もう気持ちが楽になってきて、もうラストの1なんかはね、もうテンション上がっちゃいましたね。いや、これをですね、毎日やってみてください。約8分、多分もうちょっと時間かかってるかなって思うんですけど、これしっかりやることで300カロリー消費できています。もちろん、今やったこのリアルタイムで300カロリー消費っていう話ではなくて、使った筋肉の回復、そういったものも含めてアフターバーンという運動後の脂肪燃焼というのも含めて300カロリーと言われてますので、もちろんね、ランニングとかでね300カロリー消費しようと思うと、やっぱり30分以上走んなきゃいけないんで、そこで筋肉がつく方は筋肉つかないんで、こういったね基本的なメニューを含めて300カロリー消費するというのは、筋肉を維持しながら、筋肉をつけながらカロリーを消費、脂肪だけを燃焼するってことができますので、こういったメニューをね、簡単ですのでやってみてください。最後まで頑張った方はね、よかったらグッドボタンやコメント、そしてコメント欄をね自由に使ってください。今日しましたよっていう日はね丸をつけたり、今日しなかったよっていう日は×をつけたり、記録として体重または体型なども記入しても OK です。自由に使ってください。コメント欄でね、やはりコミュニティも発生しますので、いろんな人がねコミュニティを取ってもらえると、タートルズファンとしては嬉しいかなと思います。お疲れ様でした。しっかり汗を拭いて水分補給をして、風邪をひかないように
お過ごしください。